はいどうも、磯辺揚げチャンネル磯辺揚げです。突然ですが、磯辺揚げ自作 PC を作ります。というわけで、はい、自作 PC のパーツが全て揃ったので紹介していきたいと思います。はい、まずは CPU ですね。 CPU は Ryzen 3の3100を購入しました。安価な割にはコストパフォーマンスがいいということで、購入しました。本当は Ryzen 3の 3300X っていうのが欲しかったんですけども、どこも売り切れていて手に入らなかったので3100にしました。はい、次にマザーボードを紹介していきたいと思います。こちら ASRock B450M スチールレジェンドというものです。こちらマイクロ ATX 対応のものになります。サイズのものになります。こちらの箱の右下の方にも書いてある通り、 AMD Ryzen 3000番台デスクトップレディという形で、3000番台の CPU にも対応してますよという形になっております。 BIOS のアップデートは必要ないということですかね。もう対応済みということになってます。本当は B550M 次世代に対応した規格のものも欲しかったんですけども、ちょっと値段的に高かったのでこちらの B450M にしました。はい、続いてはこちら、グラフィックボードグラボです。はい、ゾタックゲーミングの GeForce GTX1650OC ですね。 GDDR6 というもので、コスパがいいという形で補助電源も必要ないということだったのでこちらにしました。特にこだわりがあったわけではないです。 GForce 1650のものは、GDDR5 と GDDR6 というものがあって少し性能が違ってきますので、もし買うときは間違えないようにしてください。こんな感じです。はい、次はメモリです。ちょっと反射して見づらいんですけれども、クルーシャルの DDR4 の 3200×8GB×2 枚という形になっています。Ryzen 3なので3200が対応しているということでこれにしました。メモリは、16GB あれば十分かなと思ったのでこれにしました。はい、次に紹介するのはこちらです。ストレージですね。今回使用するマザーボードは M.2 に対応しているということなので、クルーシャルの M.2 ですね、 500GB を購入しました。まあSSD とかに比べるとそんなに安くはないんですけども、ちょっとせっかく作るので M.2 つけてみようかなと思ってこれにしてみました。はい、次は電源ですね。 APEX ゲーミングの AG650M というものになります。80プラスゴールドでかなりコスパがいいということなのでこちらにしました。本当は750を買おうかとも思ったんですけども、そんなに電力必要としてないかなと思ったので650にしてみました。はい、はい、次は PC ケースです。バーサー H18 っていうんですかね、ちょっと読み方わからないんですけども、サイドパネルがアクリルがついて中が見えるようになっているものになります。これは特にこだわりとかはなくてミニタワー型で、コスパが良さそうなものをチョイスしました。よく動画とかでも紹介されているケースなので安心かと思ってこれにしました。はい、次は USB フラッシュメモリですね。 OS 入れるためのフラッシュメモリになります。ちょっと OS って書いてあるんですけども、東芝製の 8GB のものです。はい、以上8点ですね。この8点を使って作っていきたいと思います。